どうもー、藤田です。あからの藤井かと申します。よろしくお願いします。はい、ということでね、これやんなかったですけどね。はい、今回は来ましたね、ついにね、とうとうこの日が来たんですけども、やられたとき今のが来たんですか。来ました。今のが来ました。今喉に来ました。喉に来ました。来てます、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 来てます。はい、今回ついに来たんですけども、やられた時の音がムカつくランキングベスト3と、はいはい、やられた音がムカつくので絶妙面白いんですよね。いいですね。わかりますね。これがどういう音なのかって言ってますよね。はいはい、ということでいいですか、早速いっちゃって。はい、いいですよ。はい、はい、それでは第3位、ドスンと一気持ち方が指も重いです、ね、開いてますからね。あ、そうですね。来てます、決まりました。ドゥン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 。まあ、まあ、とりあえずどういうことなのか、はいはいはい、じゃあ一気ちょっと見てみますか。一気のやられる音ね。まあちょっと、まあ軽くやりながらいきますけど、まあ このコマを取っていく。まあ一気っていうのはまあバカゲーなんですけどね。一気といえばあれじゃないですか、あの一気をイメージするじゃないですか、はいはい、だけどなぜか戦うのが忍者で、小判取ると笑うという設定になって、殿様が出てくることあるんですよ。はい、その殿様出ると戦うわけじゃなくて、触るとなぜかニコニコしてクリアになるっていう。これどういうことだと思います？意図は。その心は。僕に聞かれてもね、制作者じゃない。この一気の心は。でも当時僕もやってましたよ。あ、本当に？はい、一気は。まあ、とりあえずそれで、小判を取るとなんか一気のおっちゃんがゴンベなんですけど、はい、笑ってクリアになっちゃうみたいな。やられたというか、あの、最後のゲーム終わるときのことね。てれん、てれん、てん、てん。これね、まず普通に知るところなんですよ。最後の一気ね、これで死ぬよ。死んだら終わるよ。ここね。てれん、てれん、て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 ん。じゃーん。じゃーんありましたよ。じゃーん。で、ゲームオーバーですよ。これ、ムカつかないですか？これが当時はなかなか来ましたね。イラッとしましたか。はい、まあ3位なんでね、はい、まあ、今大丈夫でした。今大丈夫でした。あ、 今、 だから今ちょっと軽くやってるじゃないですか、はいはいはい、本気でやってた時なんかなおさらですよね。そうですね。続きまして第2位が、こちらドスンとマリオブラザーズ。小2の時に川口くんとこれを本気でやって絶好になって、あ、それ以来口を聞いてないという伝説のナンバーですね。それほど本気でやりましたからね。ああ、これやれた時の音すごいムカつくんですよ。うん、ピチュッドゥー、ドゥルルルッドゥルルってやつ。あ、ここで発表したんですか、もう。あ、言わない方がいい。いやいや、別にですけど。はい、続きまして第2位、マリオブラザーズ。いってみたいと思います。これもなかなかなもんだと僕は思いますよ、当時。これも対戦とかね、やるわけなんですけども、まあ普通にこの時のマリオは、カメさんとかを踏めません。こういう感じですね。こう叩いて。ムーンみたいな。じゃあ、いよいよいいですか？当たると、踏もうとすると死ぬわけですよ。ふいっとぅーん、ドゥルルルッドゥルルルー。これはかなりムカついたと思うんですけど、どうでしょうかね。いや、もう神経対戦してるわけですよ。で、なんか例えば相手に押されて、こう当たる。ふいっとぅーん、ドゥルルルッドゥル。これ、シューンって言ってましたね。一回ちょっと藤田さん言わないバージョン聞かせてほしいです。じゃあ、行きますよ。はい。このゲームオーバーとはいいんですよ、別に。ふいっちゅんひゅーん、ドゥルルル、ドゥルルル。これもなかなかね、なんか人が見せた時にシューンっていう音で表現されてましたね。僕の周りではね。はいはい、いや、ムカつかないですか、これ。シューン、ドゥルルル、ドゥルル。はい、続きまして、ちょっと番外編なんですけども、こちら。役番。これはね、僕何回も言ってるんですけど、これ、どうだろう。中1ぐらいの時かな、これやってて、その役満千人にムカついてヘディングしたら画面が割れたというゲームボーイのね、はいはい、伝説のナンバーです。それほどにムカつく音だってことですね。すぐ役満上がっちゃうと、まあまあその並行してムカつくんですよ、その音が。ポーターだだ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 だって、これ聞いたことあるでしょ。ないです。ないと思う。これあのね、みんな熊谷くんも確か壊したようなこと言ったもん、中学の時。猿谷くんも出てくるし、熊谷くんも出てくるし。猿谷くんは知らない人で、熊谷くんは同級生知ってる人ですよね。はい、それほどポータ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 ーと、これはムカつくと腹立つんですね。これもあの任天堂さんのナンバーなんですけど、任天堂さんやっぱやられた時、負けた時の音ってすげえうまいんですよ。
煽り方がうまいですね。そう。ポータ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 ーって。めっちゃ好きじゃないですか、もうそれ。ムカついてないじゃないですか。出るから多分。ポーターター、あ、これ国士無双狙いますね。ど真ん中からいってか。あ、来た。お、これじゃ捨てちゃいますよ。はい。白チューン流れて、初チューン流れてて白も来たんですよ。いきますよ。はい。ああ、流れた。大災害が確定した。もう何だとしてもあり得るよね。これ4とか。ああちって。もうだって、いや俺がビビりすぎて今聞こえなかったと思うんだけど。背底で4、どれがやばいのかと思って捨てたら本当に論になった。背底の大三元。めっちゃ笑ってるわ。ポーターだかだ。ちょっと聞こえなかったですね、あんまり。ポーというよりもビビっちゃった、今の、本当に。ちょっと。そういう感じっすかね。はい。はい、それでは堂々の第1位、こちら、ドスンと。ドンキーコング3来ましたね。もう一個の方はね、ついに来てます、こっちも。おお、ね、本当に自分で持ってた当時ものっすね。僕のやつですよ。ビックリマンシール。そう、これビックリマンとかあるタイプじゃないんですけど、うん、なんかちょっとね書かれちゃったんですね。名前が裏に書かれちゃったのかな、親に。ははははドンキーコング3、これはね、あの小2ぐらいの時に一番流行ったかな、うん、このやられる音が一番流行った。やられた音があるんですけど、そこをなんかみんな同級生はいやーいやっていう表現をしたのね。いやーいや、いやーいや、いやーいやっていう表現をしたんだけど、なんか人が見せるとそれがもう何十人でコールになるぐらい流行った。へえ。はい、ということで第1位ドンキーコング3いきたいと思います。まあちょっと1面はクリアしますか、普通に。これね、シューティングなんですよ、ドンキーコングシリーズで。そうなんですね、知らなかった。ワンツーってあのアクションなんでね。ワンツーファミコンのローンチでもあるのに、この3はなんでシューティングしたのかっていう、もう全く別のゲームなんでね。主人公もまあスタンリーというなんか全然違う人で、まあこれ賛否分かれましたけど、僕は好きな方でしたね。これね、この音に関して言えば一番流行ったんじゃないですか、僕の周りで。僕の周りで、僕の周りでね、この今のクリアしようと思ったんだけど、今死ぬ音ですね。いきますよ。はい。いや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 、ドゥーン、わかります？これでもすげえ嫌な音じゃないですか。ちょっともう一回聞いて、マジで。いきますよ。何も言わないんで。いくよ、死ぬ。ピューン。このピューンの時に、いやーいや、いやーいやって言う。喋んな。聞かせろ。どうでしたか？いかがだったでしょうか？聞けなかった。いや、もう一回聞く？ずっと喋ってました。ラスト聞く。あなた、もういきなり死ねばいいんでしょ？死ねばいいんでしょ？で、頼む、ちゃんと聞いててよ、ほんとに。いくよ、聞いてんすよ。いくよ、マジで。これ、いくよ、いくよ。この、ここ、ここ。いくよ、いくよ、マジでいくよ。いく、これ、いや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 。いやいや、言ってんすよ。言ってる？なんで言っちゃうんすか。じゃあ、じゃあ、ちょっと静かにしよう、マジで。落ち着いて。はい、ということでね、ベスト3プラス番外編が出たんですけど、いかがだったでしょうか。マリオのシューンデレレレってのは、このシューンの部分はね、すごくコールをされて、シューンシューンシューンみたいな感じで言われてましたし、ドンキーコング3に至っては本当にすごかったんですよ。あの、いやいやいや、ティーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、いやいや、いやいやっていうコールが本当ね、毎日のように聞かれたという小児の時の思い出がありましたけどね、僕の中ではムカつくやられた時の音ランキング、このような感じになってましたけど、皆さんはいかがだったでしょうか。